原子急行分析装置、ホロカソードランプ陰極には測定したい元素の金属やその合金などが用いられる。また内部にネオンやアルゴンが封入されており、放電によりイオン化する。このイオンと衝突することで陰極から飛び出した目的元素の原子蒸気が、さらにイオンや電子と衝突し、原子固有のスペクトルからなる電磁波を放出する。原子急行とは、 高温に加熱して原子化した物質に光を照射した時に構成元素に固有の幅の狭い吸収スペクトルを示す現象あるいはそれを利用して資料に含まれる元素の訂正と定量を行う分析方法のことを言う原子吸光分光法は資料を高温中で原子化しそこに光を透過して吸収スペクトルを測定することで 資料中の元素の同定及び定量を行うものである。通常分析対象とするのは溶液であり、工場排水などの水溶液中に含まれる、微量元素の検出などに用いられる。本法は特定の元素に対し高い選択性を示す。ため、多くの分野で無機質分析の工程法として採用されている。しかしながらオスのスペクトル幅は極めて狭いため、抗源としては、 目的元素に特化した、ホロカソードランプを用いなければならない。したがって、測定したい元素の数だけランプを用意しなくてはならず、多成分の資料を同時に測定するには、難がある。また、目的元素によっては混入した他元素によって、妨害を受けることがあり、資料の全処理等にも配慮する必要がある。化学園で原子化させる、フレーム法と化学園を用いないで原子化する、 フレームレス法がある。フレームレス法の代表的なものに、国塩土内で電気的な加熱により原子化するファーネス法がある。ファーネス法はフレーム法より高感度で p p b レベルでの分析が可能である。ありがとうございます。